はい、皆さんこんばんは。今日はテスト配信でございます。テスト配信として今回皆さんと一緒に楽しんでいきたいゲームがこちら。本日から配信がスタートしましたスーパーマリオブラザーズ35人同時でバトルをするっていうね、まるであのテトリス99のような、イメージを持っているんですが、この私のファーストリアクション楽しんでもらえると嬉しいです。ではアイコン変更ないんでしょ。これしかそんなことないよって。なんだよこのアイコン。よし行くぞ。ほんで希望するコースもうスタンダードでいいよ。ゲーム開始。これちなみにさ、ボタンの配置ってどうなってんの。何を隠そう、私普段ね Nintendo Switch Online のファミコンサービスカスタマイズじゃないけど、多分ね一般の方と違う操作方法でやってるんですよ。何が言いたいかというと、 B ボタンを B ボタンとして使ってない。もっと具体的に言うと X ボタンを B、 A ボタンを A にしてほしいな。それはやってみてからのお楽しみだね。さて X ボタン押すよ、 B ボタン押すよ。あれどうやってんの。 Y ボタンが B だぞ。 Y が B で、で B が A だな。よし、スーパーファミコン仕様だね。これは大変だ。これに慣れてしまうと私の普段のスイッチオンラインの操作に差し支えてしまうな。いや、ダッシュしてないだろう。ちょっと待って、どうなってんだ。 Y じゃないな。え、ダッシュはどれだ。 B ダッシュはどれだ。B ダッシュどれだよ、教えてくれよ。 B ダッシュ、あ、いいんだよな。ファイヤーボタンが B だもんな。だから Y ボタンだ。 Y ボタンがダッシュだ。あの宣伝ムービーはね少し見させてもらったんですけど、こう倒した敵が他のプレイヤーさんのとこに送り込まれるんでしょ。僕なりのね、まだこれ初プレイなんだけど、先日タクティクスは早く4の位置に行ってしまう。そしてトゲゾウをたくさん相手に送り込む。それが私の作戦。あ、もう始まってんの。あ、土管シーン、土管シーンを割愛ですか。つい目をそらしてしまったよ。皆さんのチャットの方に目を向けてしまいました。わ、変なとこに。通常と違うカラーのやつが、相手が他のプレイヤーさんが送ってきた敵っていうことでいいんだよな。それを倒しても相手には送られないのかな。なんか滑るね、すごい。なので私のねタクティクス、なんかダッシュが遅いよね。え、聞いてないよ。聞いてないですよ。4の1いけないなんて聞いてないですよ私。どういうことだよ。でこのチャリンチャリンってるタイムは何なんだ。これ時間制限があるのかな。そうだな、上手い人はさ死なないもんね。だから時間でコインを取ると別に増えるわけじゃないのか。コインも一体何の意味があるんだ。なんだ、あ、でもさこれ別に次のステージ行く必要ないんじゃないの。変なこと言ってるよ、ループ主。だって相手を倒すことだけを考えたらさ、やべ、あれ小さくなんないの。これは何故に。あれはさ、ワンナップなのかさ、毒キノコに見えるんだけど、それはないよな、2で。じゃあ分かった、素直に行く。X のあれ何？お、面白いね。パウ。何なんだ今のは何なんだ。だせっかくなら一体ずつこう倒した方がいいんでしょ。なんかスコアも、スコアっていうかあのタイムが加算されるから。ごめんね、ちょっとね皆さんのコメント見れてないんだ。これ飛び越えられる。
けたいけた。フラワーがやっぱりいいよね。そうなってくると。なんかすごい滑りますね。やばい。滑った。下手くそ。ということで初プレイで、何位だったんだ ?9 位とか8位ぐらいかな。ゲットゲットゲット。よし行ってみよう。ダッシュしないよね。なんでジャンプもしないよ。あ、したしたした。あれ、まあ、いっか。大丈夫、もう一回プレイしてるからなんとなくこの挙動が分かってきたよ。若干滑るよ。これなんだっけ、すごい久しぶりすぎて。このステージあった。へいへいへい、振らせるぜー。くぼり時々クリボーだぜ。あれ、ここはどこ。やっぱダッシュしないんだよな。なんか今のも助走が足んなかったでしょ。おかしいな。使ってみる？はい。ちょっと遅れて止まるんだね。で、今のアイテムは一体何なんだ？ほら、ジャッシュしないから助走がすげえ足んないなんでかな。ほら、ダッシュしないんだな。壊れちゃった僕のコントローラー。押してんだけどダッシュボタンかといってね、ちょっと最近あのジョイコン使ってない理由があって、ジョイコンね、なんか一人でに動くようになってしまったんですよ。触ってみないのに。多分スティックがね少しご機嫌斜めなと思うんですよね。だからジョイコンがそんな感じになってしまったんで、今プロコンをねしょうがないから使ってるんですけどね最近。ダッシュしてくれ、ダッシュしてくれ。これ重複したらいいことあんの。タイムが上がるんだね。じゃあいいじゃん、どんどん取った方がいいね。プロコンだとね、これができないのよ、なかなか。固まっちゃった、動かない。ダッシュしてくれダッシュしてくれ。いや、これが今の自分なんだ。ダッシュしてくれダッシュしてくれ。いっちゃうよ、キノコが。ダッシュしてくれ、ダッシュしてくれ。ダッシュしないな。あ、行っちゃったダッシュしてほしいな。ダッシュしないよ、ダッシュしないよまた2000点ぐらいでしょこれ。ダッシュしてほしい。なんでかな。あ、ありがとうございます。私も決して新しいゲームやってるつもりはないんですけどね。先日もひどいな、なかなかひどいよ。自分でも泣けてくるよこのひどさ。ランクアップ最高。
お、ダッシュした。よし。ちなみにブロックを倒しても壊しても特に何もないのな。はい、20個。体力が落ちてダッシュができなくなった。マリオ35歳。35歳はまだまだだよ。おお、やった。これで一気に。ビューティフルフラワーを取ろうぜ。危なかったね今の。テン。これ危ねえんじゃないの？やめとこう。プロコンだとしゃがみダッシュができないから、私の。よし、ダッシュした。へへい、フラワーだよ、フラワーだよ。あべ、すごい滑るね、やっぱ。あの宝箱4ってのは何なんだ？ダッシュしてくれ。それとも制限がかかるのかな。どうもあそこでダッシュがね、効かないんだよね。で、貯めておこう。失速するよね、あそこで。しっかりコインを稼いでいこう。結構ね、ほら、滑るんだよね。まあね、同時にさ、35人がさ、アクセスしてる状態だったら、そういうことが起こるよね。だから99人してないわけでしょ？テトリスみたいに。もちろん、ゴロだと思うんだけどね。滑る。危ねえ。よーし、ダッシュしてくれよ。なんか微妙なんだよね、いつも。で、現在私35分の7まで来た。いいじゃん。この辺にワンアップなかったっけ？なんか記憶がね、やっぱ2のとね、混ざっちゃってるからな、アップだし。マリオ1位はね、ほんと、お知り合いのお家で遊んだ思い出の方が強くて。
怖い怖い怖い、たまにダッシュしてたまにダッシュしないとかやめてくれ、怖い怖い。怖いな、こういうところが超怖いな、ダッシュが僕の想定通りに行くかどうかが鍵が握ってくるんで。あー危ない、もう滑る、ルイージのように滑るね。わあ、シンプルなんだけどいけるかな。あー怖い、すんげー怖い。めっちゃめっちゃ滑るな。おっ、なんだなんだ、クッパ城かと思ったら、クッパ降らせることができたら熱いよね。滑る滑る、何の音だ、あべ、すげえ滑った。やった、危ない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 、滑る滑る。滑るしダッシュしたときがある。ここどこだ。なるほど、プクプクが来たときは他のプレイヤーさんがこのステージにいたわけね。もうすごい慎重に行くよ。普段僕はねもうB ダッシュマンみたいな感じでさ、絶対 B を離さないのが好きなんだけど、もうここではのんびりやってるよ。怖い、急にあえて急にダッシュが効くときあるから怖い怖い怖い。あー死んじゃう、あぶね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 。フラワーさ、うわあれ厳しい、よし、うわうわ滑る滑る。すげえ滑る、当たれ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 。あれ時間がない、やばいじゃん、負けたぜ、イエ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 イ。でも検討したんじゃない、うん、面白い面白い。うん、見た感じファイヤーよりも踏んだ方がタイムが多い。お、ありがとう、あれと一緒だね、スパルタン X。 何が一緒なんだ、パンチとキックでポイントが違うものね。合流機能がない、あーパスワードマッチみたいな、そうかそうか。よし楽しもう、走んね、走ってくれよ。なんかね癖があるんだよね、走ってくれるときと走ってくれないときがあるんだ、なんででしょうね。これで昨日昨夜っていうか早朝やってたんだ、 ゼルダの伝説。あでもゼルダは関係ないのかな、このボタンは。どうなんだろう、そっかそっか、飛び道具を使わない方がいいのか、例えば
ポンポンと。お、ほんとだ。あ、しかも連続で踏んだら、スコアが伸びましたよ。いいこと、いいことを学習したね。あ、じゃあ次はあれ、スターでどうなるか知りたいね。テトリスの時みたいに攻撃力とかあるのかな。あれ、ここから出てくるはずのものがないんだっけ、最初からそんなものは。B が効かない。よくあります、よくあります。 B ボタンが効かないなんていうのは日常茶飯事です。言わないだけであって、まあ言ってるか。キャプテン翼のライズオブニューチャンピオンの中で押してたはずが押してな、押されてることになってないのは結構ある。押しちゃった。あぶね。そうだ、踏んだ方がいいんだな。で、アイテムも重複して取った方がいいんだな。で、コンボの方がいいんだな。叩いてもいいのか。これで倒すとどうなんだ ?2 点。あ、悪くないね。2点は悪くないな。コンボいけるかな。無理。蹴っ飛ばせ。まあ配信まだ初日だからね、いろいろやっぱりサービスを始めてみてどうなるかっていうね、改善がきっとあると思いますよ。僕もオーケストラやってて、やっぱお客さんが入ってる状態で自分の音を聞くのと、お客さん入れてないリハのゲネプロとかの時の、あ、言っちゃった状態だと違うもんね。音が吸収されちゃって変な例えですけど。助かるね。入れちゃった。下にレーダーがある。うん、ちなみにパタパタがあるけど、あれはじゃあ何を意味してるんでしょうかね。あ、来るよってこと。あー、なるほどね。無理か。お、ジャンプ台。
した週のどっちが良かったんだ。飛んだ方が良かったかもしれないな。押しちゃったっていうね。ああそうか、重複すれば左上のアイテムもタイムを増やす好材料になるね。今自分で間違えて X 押したんだけど、それが確認取れましたね。だ最後の方さ、もうアイテムたくさん取って 15秒なりタイムを増やすことができるよね。うわ、ダッシュが危ねえ、効かなかった今。たまたま距離的にこれも危ないな。よかった、慎重に行きます。んでクッパ城やりたいな。ない、うわ怖い怖い。ああやってダッシュが効かない瞬間が、これ何でしたっけ、コインか。よし、ハイパースタータイム。なんか遅いな。なんか遅いな。僕の記憶が違うのかな。もっとマリオさんのダッシュ早い気がしたんだけどな。踏んでいこう。おお、おお。うるせえやつだ。やかましくてごめんね。大丈夫大丈夫。ワンナップって意味あったんでしたっけ、取って。下の大勢の敵を、大勢の敵という名前のタイムを逃したことの方が大きいんじゃないかっていう。あ、ゴールしたら画面にいる敵が全滅。ありがとう。そういうのも知らないからさ。確かに。狙ってけ。よし。サンキュー。あー、惜しいな。今すげえ惜しかったな。キノコタイムだったね今ね。ダッシュが効かない。しょっちゅうです。おお、クッパだ。どうやって出したんだよ。ステージが不公平だぞ。なんてね。先に行けるんだったらフェアだと思うんだけど、ループしちゃう人はさ、どうしたらいいんだっていうね。やかましいやついくよ。滑る。やべ、
やべ、ずれた。ゲストとかずるくない僕もゲストのとこに連れてって。よし来た。あ、飛んでた。それは気づかなかった。どこにいる敵。左、右下、ここで、ここでタイムを。もう割り切って取ってくる。クリボーのシャワーだぜ。ハンマーブロスとかさ、どうしたらあ、でもゴールすればよし。あ、初さあ、ダッシュちゃんよろしくね。フラワーくれよ、フラワーフラワーくれよ。くらえ。あれ、私やっちゃったんじゃない。やりましたー、スーパーマリオブラザーズ35ドンカーツ、ありがとうございます。プレイしながらちょっとずつ学習して、さらに皆様のご助言もあって、おかげさまで初日からいい思いができました。いいテスト配信になりました。皆さんも良い一日を。今夜もどうもありがとうございました。ルイージ、ルイージは熱いね。ルイージさん熱いな。